電気ストーブでね、作っていただきます。注意点があります。僕のチャンネル本当教育番組なんで絶対に真似してください。もう特別な訓練を受けてる人しかできないんで。分厚いなこれ、表面しか焼けなさそう。でもなんか本当にね、焼けそうですよね。だいぶ厚いですから。お、すごい焼けてる。ほらもう茶色くなってる。これウェブちょっとやばいかも。危険なんで絶対に真似してないですよね。でもめっちゃ焼けてんだよ。焼き上がりました。食ってみましょう。マイカ、桜井さん、ごちそう。黒毛がね、育った環境がね、伝わってきますよ。まあまあしっかりしてますね。逆に白毛和牛ないのかな。